森田田正。森田田正は、安土桃山時代から、江戸時代前期の武将、大名。信濃川中島藩主。後に、三正か津山藩の初代藩主。本生は源氏。生は源氏の一家系、河内源氏の流れ。八幡太郎義家の四世孫、森泉守頼定を外する。森方元大頼定。森次郎忠し森次郎太郎頼氏。 森七郎光氏、森泉守氏きよ、森左近大部、来春、森左京領来氏、森二郎太郎より長、森七郎衛文城、来次、森二郎加工、森越後守る家坊、森越後守る家衆、森越後守る家行、森三左衛門かなり、森武蔵守長吉イコール森左この絵中城、ただまさ。ただし、この警父明かり棒という説もある。 元気元年、1570年、美濃金山城で、織田信長の家臣、森吉成の陸を、抜師として生まれる。母は、美濃の豪族、林通康の娘へい、後の妙向前に、陽名は戦地よ。誕生と同年中に、父が戦死、長兄の吉高は父に先立って戦死したために、時系の長吉が家督を継いでいる。石山合戦の和睦の際に、 母の妙向き前には一向胸の門徒ということで、織田家と本願寺の講和の使者の一人となっていたが、この和睦の締結の際に、森やゆかりの人間を宗席に入れるということが条件に言っており、千千代が一時期宗席に入ったがほどなくして、関成政、森吉成の娘婿の四男の竹若丸が代わりに、宗席に入ることになり、法名、両向、き、千千代はすぐに減続している。 天正年、0年、1582年の春頃、長重を名乗り織田信長に故障として出資するが、同僚の柳田川内守にちょっかをかけられ、信長の前で柳田の頭を扇子でを打したのを見とがられ、まだ幼すぎるとして3月には、美濃国の母のもとに返された。しかし、結果としてこれが幸いして、本能寺の変に巻き込まれずに済んだ。本能寺の変が起きた時は、 妙向前にと共に、大宮安土城にいたが、変のことを知った森家と友好の深い甲賀流忍者の、友ののア安の手引きによって、妙向前にと共に、正常不安定の安土から脱出し、甲賀にあるおもんみやすの所領にかくまわれている。同年九月十一日に、領地付近の平定を得た長吉によって、迎えの使者が出され、伊勢国で引き渡しが行われ妙向前にともども金山へと、 帰った。天正十二年、1584年4月9日、兄の長吉が、小牧、長久手の戦いで戦死。この時点ですでに他の兄たちはすべて創生しており、森家の四次は長重のみであった。長吉戦死後、遺言状が、橋場秀吉に提出されたが長吉は遺言書で、長重への家督相続について、後継ぎ工事、いやにてこうと書き、さらには、 金山は誰か信頼できる武将に任せて、長重は、秀吉のもとで奉公るようにと指定するなど長重の家督相続にかなり否定的であったが、秀吉も自分に味方した武将の領地を没収する。わけにはいかず遺言のこの一説は無視して、長重を金山七万国の後継ぎとして指名し、鏡面将、林ため、ただの良家老を、後見役に任命。 森家も金山にそのままとどめ置かれた。長重は家督を継いでまず、かつて恩のある、友の慰安や息子の友のこれとしら長吉代まで、協力者の立場であった、甲が州に森家への士官を打診し、正式に召し抱えている。天正十三年、1585年になると、一重、と解明。同年の富山の役2500の兵を率いて16歳で、初陣を果たし、 10月6日に、十五位下うこん進むに助任。天正十四年、1586年になると、忠重と改名し、秀吉の関白廃画のため散大している。天正十五年、1587年2月6日、豊臣政を貸しされ、十四位下自住に助任された。また同時に、橋場政と桐門の使用を認められ、以後、橋場うこ大部、忠政と勝す。 同年九州征伐には眼病を理由に参陣を見送り、陣代として大将に生やしため、ただし、副将として友のこれとしらを派遣している。天正十八年、1590年の小田原征伐では、自身も出馬し、二良山やま攻めに参加した。朝鮮出兵の折には、九州の名古屋城不審奉行を務め、兵に戦を率いて名古屋城下に参陣している。 都会はしていない。伏見城不審、宝光寺の大仏建造などにも参加した。慶長三年1598年に、秀吉が死亡すると、徳川家康に接近。慶長四年1599年に、伏見城下にて、家康と、前田利家、石田三成との対立によって、双方に味方する諸公、軍勢が参集し、 緊張状態となったには徳川屋敷に参じて三日間詰め、家康より少子があった。慶長五年、千六百年、かねてから希望していた、信濃国川中島十三万七千五百国への、家増天舗の話がまとまる。これは、大閤像入地約九万国を廃止しての、家増天舗であった。これにより、同年二月、 川中島四万国の田丸直重と相互に入れ替わる、形で両替が行われた。この時、川尻秀長、妻木頼忠などが、品の天保には同行せず、美野にそのまま残っている。この天保は、後年になって、家康の独断と取られがちだが、天保前には、増田中森、前田玄威、長塚正江らが、品の入りして、田丸に森家への小倉前の譲渡を指示しており、 豊臣家公人の上での天保である可能性が高い。慶長五年1600年3月には川中島へと入り漁。入り漁してすぐに天正神後の乱の際に兄である長吉を裏切った高坂政元の一門を探し出して貼り付けにかけるなど当初から強硬な姿勢で臨んだ。また巨城となった海津城を町城。 兄長吉と同じ地へいる漁師兄の遺魂を晴らすのを心待ちにしていたからと伝えられている。その後に松平忠政が松城、真田信之の第二幕名により松城と改名している。4月頃になると石田三成が森家の大阪法三人を流すべく川中島を訪れ会談が行われた。忠政は対外的にはまだ 豊臣家の家臣の体を取っていたがこの席で、豊臣家批判とも取れる言動を繰り返し破断。以後は、家康史事の立場を明確なものとし、本生である森政を再び名乗った。三成はこの時の忠政の態度に強く憤き通り、真田正幸に宛てた書状の上で、忠政との遺恨格別、秀頼様を騙し領地をかすめ取ったなどと名指しで批判している。 同年の関ヶ原の戦いでは東軍に組みし、7月21日に、家康の合図出兵に先立って、宇都宮に着任し、合流を待ったが、7月24日に、真田正幸が西軍と通じ、上田へと帰国したことを受けて、忠政と、石川安長両名は前の押さえとして両国へと帰還するよう命じられている。このため、小山表情や、囲碁の中先導隊の行軍には加わっていない。 離脱後も、盛んに、家康や徳川秀忠と書状を交わし情報交換を行っている。その後も、家康の命で、川中島在中であり、9月の第二次、上田合戦の際にも出馬はせず、出馬要請などもなかったことから言った、軍事行動は、井戸上門ら少数の軍勢を、上田の北にある、地蔵峠付近へと走るに止まっている。結局、 秀忠た率いる中仙道隊は、上田城を本格的に攻める前に上落命令を受け、先を急ぐことになったが忠だ政は、秀忠の意向で、戦国秀でらと共に、さなだの備えのために領地に残し置かれた。忠だは、桂ツラ城代、井戸植門配下の兵に、上田の監視を命じたが、これに対して、さなだ軍は、さなだの武士が9月18日と23日の2度、撃って出て、 桂尾城に、幼地と朝掛けの攻撃を観光している。同月中に、真田家は降伏、開城したが、徳川軍の入り漁に対して、領民の一揆が起きた時に、忠政はこれを速やかに、鎮圧しその功を秀忠より称された。ただ、戦後の家造はなく領地は据え置かれた。慶長七年、1602年8月、忠政は、武魂県地と呼ばれる。 シナの四軍すべてを対象とした総検知を実施。検知は厳しく行われ、この検知により、シナの四軍の国高は五万国以上上昇し、結果として、領内の領民に多大な増税を課すことになった。領民はたまらず検知のやり直しを求める弾丸などを出したが忠政はこれを無視。圧政に耐えかねた領民はついに一気を起こし、 これは四軍に波及する大規模な全領一騎となった。これに対して忠政は一騎を徹底的に殲滅し、捕獲された一騎衆も取り打ち峠で数百人単位で張り付けに、かけら処刑され死者は六百人余りに及ぶなど、忠政の対応は荒烈なものであった。全光寺に残る千人塚は忠政に殺された犠牲者を弔ったものと言われ、塚には赤字で、 犠牲者の生命が刻まれている。また、一期後も、検地のやり直しなどは、一切行っていない。慶長八年、1603年、小早川秀明の死によって、小早川家が、無俗解域されると、三正坂国一国18万6500国、津山藩への家造憲保が決定。川中島には、松平忠輝が入った。しかしながら、 森家の美まさか入法に、元小早川家臣や、元北田秀英の家臣の浪人や在地度号らが、反発。元小早川家臣、南波総主が司会となり2680人余りで、針は稲葉国境付近を固め入国を拒否すると維持体となった。この一期の報告を受けた,た、忠政であったが、女子ども含む1000人足らずで、品野を立つと調略に取り掛かり、 美まさ菅党の有本タスク性を寝返らせることに成功し、彼らの案内で美まさかにを目指す。この動きに気づいた国人衆は慌てて、忠政を撃つべく野衆を観光したが、忠政を捕捉できないどころか別の野衆部隊と鉢合わせして同志打ちを始めるなど連携の悪さを露呈し、この暇に忠政一行は美まさかにを果たした。 この有本氏は当時は老人であったが、三雅雅菅党と呼ばれる、三坂の有力土豪の宗家筋に当たる家で、有本タスクは一気に参加した一族の説得を開始。これにより、一気軍の和解が始まった。そもそも一気の目的は防衛線を固め、森家の美雅坂国への侵入を防ぎつつ迎え撃ち。 身体極まった森家が和議を申し込んだところで、これまでと同じ既得権益を認めさせることにあったと言う。しかしながら、すでに忠政の入国を許してしまったことから、早く森家に降伏して取り入ることにより、権益の保持を狙う者が続出。離脱者の相次ぐ、一期勢は徐々に体をなさなくなり崩壊し、占拠していた林野城も、 森家に明け渡され一気の指導者と目された南馬総氏も自害して果て、森家に従うことを良しとしない者たちは、見まさ過酷を去り、一気はほとんど森家と交戦することもなく、収束へと向かった。乱後、有本氏や、菅治、菅氏、福島氏、佐藤氏など早くから従う姿勢を見せた者には、地主としての権利の保持や森家への主観などが認められたが、 それ以外のットから降った者たちは期待した要待遇はなく、逆に私分を剥奪され機能することを強制するなど、厳しく対応している。無事に、三正入りを果たした,た、忠政であったが、新たな居場の建築場所をめぐって、以前より関係の悪化していた、重心、井戸上門との対立が表面化。忠政は、同年5月に、印象の工事現場にて、名古屋三三郎に、 井戸の殺害を命じ、上門の二人の弟も、資格を放ち暗殺し、井戸一族を抹殺した。しかしながら、この一件により、筆頭画廊の林下目忠をはじめとする林一門が森家を出本するという事態に陥る。二刀体制の一角であった鏡岩章もすでになく、これにより、筆頭画廊の座には、若い鏡元峰、岩章の着難がつくことになった。 慶長9年、1604年には、友の直字を総武行と資料内の建地を実施。また、前年の事件により止まっていた城の建築予定地を、印象から、鶴仙の地に変更。地名を鶴仙から津山へと改め、城の建築を再開した。これが、津山城である。また、築城に際して荒廃していた、大正寺の再建にも努めた。しばらくは、 火星も安定していたが、慶長13年、千6 0 8年に、石切り場で、筆頭家老である鏡元峰が、喧嘩の末に、家老の小沢彦八を殺害。また、仲裁に入った、家老、細野左平も元峰の家臣によって切り殺されるという、事件が起こる。折悪く、忠政は参勤交代のために、江戸にいたが、この事件は、大塚団子神の裁量によって、 家中騒動などの王には至らなかった。しかしながら忠政はこの有様に激怒し三家老の所領を召し上げた。この後、しばらくは大塚団子神がまとめ役となったが、その大塚も、慶長十七年、六百十二年七月に死去。こうしたことから忠政は、新たな家中のおえとなる人物を探し、江戸幕府旗本となっていた叔父の森家政の津山藩入りを幕府に希望。 幕府もこれを認めたダマサは火星に五千国の所領と失政職の権限。さらには、重廷で火星の四む男か春にも三千国の所領を与え、火星らの津山入りの際には自ら国境付近まで出迎えに赴くなど、熱くもてなした。以後、家中での不祥事と言えるような出来事は収束する。慶長十九年、1614年の大阪冬の陣では、 池田忠蔵西国の大名と共に皇軍士参加。中野島を経由し、今橋付近に陣取った。しかしながら11月27日に、故障数人を引き連れて、大阪城に接近するも関塚発砲され、軍艦の城正サ家が生止して陣に戻されるという、ことを起こす。これにより城は軍法に背いたとして、森軍に生止命令を出した。 この命令は11月29日の幕老淵の戦いの最中にあっても解かれなかったために森軍は天馬川を渡らず防寒に徹した。翌30日、幕府の上司である水野勝成が前日の戦いでの森軍のありを叱責しに現れた忠政は軍艦の命に従ったまでと説明した。結局のところ、水野は 完全で戦いが行われているのにもかかわらず聖治を解かなかった城の側を罪に問い、城は軍艦を罷免、後に改役され代わりに、水野が軍艦として忠政と後の戦いに同行している。翌慶長20年、1615年の大阪夏の陣にも参戦。森軍は208の支給を挙げ、特に森香春は,は、 大阪法の伏せや日高見を打つなど活躍した。慶長町21年、1616 16年、13年の歳月をかけた津山町が完成。この間にも、かつての両国美濃国から人員を呼び込んでの美濃職人町や京や大阪、尾張から人員を招致しての新職人町の形成、癖牛馬市の創設などをはじめとする経済の振興や、 吉井川の堤防工事の実施とそれに伴っての、河原町、仙道町の設置、三正かの道路網の整備とそれに沿った宿場の新設、農業用水路の確保などの公共事業をはじめとした、多種多様な政策を計画、実行に移し、津山藩の地盤を築き上げ、ただまさの台に冠水がならなかった事業も、時代の森永継ぎに引き継がれた。寛永三年、1626年、 着南、忠広と二大将軍、徳川秀忠の幼女、亀、鶴姫、前田利しの娘が婚姻。これは、将軍家圧戦の婚姻で、前田家の縁石、さらには、徳川や純一門の座につく権利を得たが、寛永七年、1630年に、亀、鶴姫が来なく創生したために、将軍家との縁石関係はなくなり、徳川や純一門になる機会を逸した。 寛永十年、1633年には忠広が、家督を継ぐことなく死亡している。同年、堀尾忠春が死亡し、堀尾氏が、無継ぐ海域になると後釜として、出雲、岩見、沖の三カ国への家造憲法の話が浮上。老中、堺忠勝より御内章が届けられ、忠政は当初の力ではなかったが、結局のところこの話を受けた。 翌慣営11年、1634年、死亡した、忠広の後釜として外村にあたる関家継後の森長継を、養子縁組して、着手とすることを幕府に承認される。同年7月6日、慶の大文字や、葬儀の邸宅で夕食をとり、宿舎の妙見寺へ戻る途中に急激に体調が悪化。強い腹痛と嘔吐感を訴え、治療の甲斐なく7月7日未明に死亡した。 死因は桃にあたっての食中毒であるという。去年65、京都紫の大徳寺タ中チ三原院に葬られる。戒名本原因伝前作集大衆、先置きな、そう進む大古寺。あと、長継が継いだ。また、将軍家との正式な会談が持たれる前の忠政の死により三ヶ国家像の話は、立ち逃げとなっている。日付イコール旧暦。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。